今夜もテルメシ始まります。テルギーの今夜もテルメシ。はい、今夜のテルメシの時間でございます。大盛りナス入りミートソースということでね、これいただきますね。それからきゅうりと、なんだ、玉ねぎとキャベツの酢の物。それから、野菜たっぷりのお吸い物。今日はこれでいただきたいと思います。でし食。まずはじめに大盛りミートソーススパゲッティいただきます。ミートソースだったっけ、なんだっけ、ナス入りミートソースだ。これもレンチンするだけです。6分半ぐらいね、6分半もする。うん、いい味、まずくない、うまい。これはね、久しぶりの六穀米。野菜たっぷりのお吸い物をいただきます。入ってますな。大根からキャベツから、なんだこれ、カブかな、大根だ。人参から、いろんなもん入ってます。でも味がいい、味がいい味。今日はね、このこれがありますので、これ食べてみようかなと。のり茶漬けね、これをご飯の上にかけます。お湯を入れます。うん、入れました、のり茶漬け。よく混ぜ混ぜします。
よく混ぜ混ぜしましたので、ちょっといただいてみましょうかね。うん、これもまたいい塩梅、いい塩加減ついてます。スパゲッティもうまいな、ミートソース。もう腹が減ってる時は何でもうまいですからね。私の大好物の酢の物ね、これいつもの酢の物でございます。この前もこれ入ってましたね。美味しいんですよ。シャキシャキしてね。大盛りですからね。これ茄子をいただいてみましょうかね。茄子ね、茄子はまああっさり味ですな。これソースがうまいね、結構。こうしたら拾って食べるし、飲むのうまいな。うまいな、こういうふうなね、お茶漬けもうまいね。今日は食べ応えがあるな、多いな、大盛りですから。ボリュームたっぷりでございます。今夜もテルメシの動画何本作ったかな、何百本って作ってきましたけど、いやー見る人少ないな。やっぱりあのじいさんがご飯食べてるとこなんかあんまり見ないんでしょうね。面白くないんでしょう。あれってあの「おやつ動画」
あっちの方がいいことはね、あっちの方が人気があるみたいです。今夜も照飯はもうやめようかなと思ってね。いや、やめないでほしいって思う方はコメント書いてください。もう視聴者の方も入れ替わりましたもんね。以前最初の頃 見ておられた方はもう今おられません、来られません。もうメンバーが変わりましたね。最初の頃はいろんなコメントがあって楽しかったけどな、この頃はあんまりコメントも少ないんで、あんまり楽しくありません。動画は日本だけでなくね、世界各国、全世界にね、配信されてますから、あんまり下手なことはできんけど、まあ普通通りね、マイペースでやっていくだけでございます。はい、今日はちょっとマイマイダンスは疲れているから、いや踊りません、やめときます。でもこのそのもの、何遍でも言いますけど、一遍も三遍も言いますけど、うまい。うまい。やっぱり大盛りって書いてあるだけ量が多いな。これどんどん量が多いんでね、こうどんどん食べてるうちにね、なんか飽きてくるんですよ。これなんでかな思ったらね、ちょっと薄味かな。もうちょっと味を濃くしてくれれば最後まで美味しくね
いただけるかなと思いますけど、ちょっと味が薄いな。はい、はい、ということでね、まあ、一通り食べたし、一通り紹介したってことで、今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ドーン。